さんこんばんは、100円です。めっちゃ角度が今日はですね、 Amazon Now っていう、サービスがですねあるんですよ。でこれ何かっていうと、要は特定の地域に住んでると Amazon でオーダーかけて、で2時間以内に物を要は運んできてくれるっていうサービスがあるんですね。で初めてそのサービスを使うと今1000円オフになるんですよ。だからデッドライジング4買ってやろうかなと思ってるんです。その動画をですね、今日皆さんに見せたいと思います。はい、ということで、ここに今ありますけど、これで Amazon、プライムに今ログインするということなんですけども、 Amazon Now 入れる。はい、 Amazon プライム Now 来ました。さあ、ここ思いっきりフルネーム出てるんですけど、まあここはモザイクかけるとして、思いっきり住所も出てきてますね。これも、これもモザイクをかけるということにしといて、Xbox、ダン。入れます。さあ、そうですね。何を買おうかな。もうあるんです。デッドライジング4、ダン、アット。これで、カートに行きます。全部モザイクじゃね？さあ来ましたね。よ、ショッピングカードで、デッドライジング4、Xbox、1、プロシードトゥチェックアウト、いきます。何時から何時にということで、1時間以内ってオプションもあるんですけど、まあそれは今できない。このエリアではできないよってなってますね。2時から4時の間、まあこれでいいんじゃないかな。2時、4時。最悪いなかったらドア、いや、それはね、動画撮りたいんで、ドアの前に落とすじゃダメなんです。ちゃんと渡してくんないと。呼んでくれと。はい。ことですね。コンティニュー。1500円です。1500円で、デッドライジング4が買えます。これでプレイスオーダー。いけ！2時から4時の間に送りますよってきた。すげえ。さあ、今準備されてますよ。今届きますよって書いてある。よっしゃ、これで待ちましょう。今ね、この地図見ると、ここにあるよって書いてあるんだよね。ここにあるんだ。近いな。うちここから多分車でどれぐらいだろうな。30分ぐらい。そんなかかんないかな。25分ぐらいか。よし、じゃあとりあえず車で待ちまーす。へへー。いや。Oh, thank you. You too. あっという間に来た。早っ。はい、ということで、Amazon プライム、やっと来てくれました。早かったんですよね。まあ、でも3時ぐらいに来てたんで、まあ実質、ちょっと待ちましたけど、でもオーダーしたものが同じ時間に来るっていうのはなかなかすごいことだと思いますね。こんなでかい箱なのに、デッドライジング4、ついに来ました。またゲームを買ってしまいました。なんか日本もほら、都心で、プライムナウ確かあるんですよね。まあ、アメリカはね、ちょっとこの動画で撮れてなかったんですけど、アルバイトしたい人みたいな人が勝手にこれオーダー取りに行って持ってくるんですよね。だから正規の人じゃないんですよ。日本だと多分配送のちゃんとした人がやってると思うんですけど、アメリカでも自由なんで、さっき普通になんかインド系のおじさん、多分40代50代ぐらいのおじさんが自分の車で「ヘイ！」っつって持ってきてましたね。しかもちゃんとドアノックして俺に手渡ししろっていう選択をアマゾンでしたにもかかわらず、玄関のとこに置いていこうとしてましたからね。まあ、こっちのサービスはもう適当なやつらですよ。でも一番最初になんだっけ、Amazon プライムナオを使うと10ドルオフだったんで、実質26ドルぐらいのものが、まあ、2600円ぐらいのものが、まあ、1600円で買えたということで、まあまあそんな安く買えるんだったら買いかなと思います。ということで Amazon プライムナオを使ってみました。バイ。